大丈夫よ。特殊能力も使っていないし、それに美味しいお餅が増える分には問題ないわ。そうね。でもあの調子だとお餅を食べられるのは先になりそうね。それはいいタイミングだったわね。実は先生たちで先にお餅を作ったの。君、もしかしてわざと言っていませんか？とにかく、あんこ餅は結構です。おや、何をしているんですか？いいえ、弁償は結構です。手入れをしたまま置いておいたのは私ですから。それにスペアのうちの一つですし、故意でやったわけではないでしょう。そこまで言うならこうしましょう。弁償をしない代わりに、メガネを壊された者がどれほど不便かを知っていただきましょう。今日はこれから私の手足となって仕事をこなしてください。では早速ですが、書類を淡島先生のところへ届けてきてください。お疲れ様。室長によろしくね。アンナ先生なら図書室にいるはずよ。お帰りなさい。遅かったですね。ありがとうございます。このメモに書いてあるものを購買で買ってきてください。お金はこちらに。
ああ、ご苦労様です。重かったですか？君もたくましくなりましたね。では、運動場へ行ってこれを配ってきていただけますか？もしかしてもう疲れましたか？はい、頑張ってくださいね。気合が足りないぞ。1、2、3。はい。この花さん、ああ、そういうことですか。一旦休憩にする。ありがたいです。いただきますね。おお、あったけー。ありがとな。ありがとうございます。多分これは君の分ですよ。室長からの差し入れでしょう。これは大会ではありませんよ。校則違反をした生徒の気合を入れ直すために始めているんです。年明けから気が抜けている生徒が多くなってきたので、室長が提案してくださって、精神的にも鍛えられるし体にもいいので、違反をしていない生徒が参加することもあるんですよ。ええ、剣道部や空手部、相撲部の人がたまに来ることがありますね。個人的には青部での行事にならなくてよかったと安心しています。室長には内緒ですよ。はい、わざわざありがとうございました。室長にもお礼を伝えていただけますか？ああ、お帰りなさい。どうでしたか？あちらの様子は。逃げ出す者はいませんでしたか？それは良かった。おや、そうなのですね。思いのほか好評で何よりです。このまま広がって学校行事になったら面白いですね。その頃には私はいないので見ることができず残念ですが。どうしたんですか？そんな顔をして。寂しく思っていただけるのですね。でも大丈夫ですよ。私が学園にいない生活にもすぐに慣れるでしょう。
すぐには無理かもしれませんが、そのうちに慣れますよ。持ってきた？宗像先輩にあげるチョコ。あ、本当？私も持ってきたから交換しよっか。今回はショコラのマカロンを作ってみました。かなり自信作だよ。ありがとう。でも本命チョコを渡せる相手がいないのは寂しいんだけどね。2年2組この花さやさん、至急生徒会室へ来てください。早速呼び出しなんて宗像先輩すごいね。そっか、残念。おはようございます。よく来てくださいました。いえ、違います。青部関連でもありません。今日この日に私が満足するものを学園内で見つけてきてください。ありがとうございます。では早速、私が満足するものをいただけますか。君は優秀に育ちましたね。正解です。開けてもいいですか。ありがとうございます。いい香りですね。手作りですか。いいえ、
君が手間暇かけて作った特別なチョコレートです。素直に嬉しいですよ。ではいただきますね。ええ、とても美味しいですよ。そうだったのですね。見た目も味もとても上手にできていると思いますよ。放課後では意味がありません。君のチョコを最初にもらわなければ。ええ、君のチョコレートは恋人としてのものだと思っています。そんな特別なチョコレートを他のチョコレートと同じにはしたくなかったのです。さて、残りは後でゆっくりいただくとして、そろそろ教室に戻りましょうか。卒業生当時、卒業生代表宗像玲氏。はい、私たちは本日超足高学園高校を卒業します。大丈夫？ハンカチいる？本日このような式を挙げていただいたことを卒業生一同心よりお礼申し上げます。卒業生代表宗像玲氏。続いて式歌斉唱。教室には行かないの？そっか、けなげだね。よし、頑張れ。応援してるから。お渡ししたいものがありますので、今から生徒会室に来ていただけますか？おや、早いですね。もう寮に戻っているかと思いました。ありがとうございます。外で待っていただいていたならもっと早く連絡すればよかったですね。まずはバレンタインデーのお返しをお渡しします。ホワイトデーは明日ですが、お休みなので今日渡そうと思いまして。ええ、定番で申し訳ないのですが、
はい、その通りです。君はこの学園での思い出が欲しいと思いませんか？ではこの学年バッジなんてどうでしょう？ええ、本来なら第二ボタンを渡すのでしょうけど、この制服にはついていませんから。その代わりに。もう必要ありませんし、君にもらっていただければバッジも喜ぶでしょう。もし君にとって私の存在が意味あるものでしたら、これをもらってください。恋人ごっこはもう終わりですから、その卒業の証です。いいえ、違いますよ。ごっこが終わりと言ったのです。卒業しても君と一緒にいたい。変わらない気持ちを込めて君にこの学年バッジを贈ります。では改めて、これからもよろしくお願いしますね。ではまた新学期に会いましょう。また同じクラスになれるといいね。じゃあまた新学期に。まだ帰らないのか。慌ただしかったからな、このうちに。別に適当にやるだけだ。そんやさっき学園長室の前で室長を見かけた。じゃあな。宗像君ならさっき挨拶に来たよ。お茶でもと誘ったのだけど、すぐに出て行ってしまってね。彼は淡島先生に挨拶をしに行くと言っていたから、まだ学園内にはいるはずだよ。あら、どうしたの？室長ならさっきまで職員室にいらしていたわよ。そんなにがっかりしないで。私物を取りに行くっておっしゃってたから、まだ学園内にはいるはずよ。